パッケージには大きく高知家の文字が。高知の柚子が全国で販売されます。高知家の柚子と書かれたこちらの商品は、県産の柚子をふんだんに使用したアイスです。全国にコンビニを展開するファミリーマートが、持続可能な農業への取り組みを推進するため、県の柚子農家と初めてコラボ。今日から限定40万本が全店舗およそ1万6600店で販売が始まり、県庁で報告会が開かれました。美味しいですね。ありがとうございます。土佐山さんなど 100% 県産の柚子果汁にデンマーク産のクリームチーズを合わせた、その名も高知家柚子蜜レアチーズアイスバーです。レアチーズのコクと柚子果汁のこの爽やかな酸味がすごいマッチして、どこを食べても違う味がしてすごく美味しいです。ファミリーマートは全国のさまざまな果汁を使ったアイスのシリーズ化を狙っていて、高知が第1弾です。もう柚子独特の風味と酸味を感じていただける商品だというふうに思っております。生産者の方に貢献できるという面ではですね、今後も商品開発はしていきたいというふうに思っております。さらに高知の家庭の味を再現したちらし寿司も、関西中四国のおよそ3900店で3月21日から限定発売されます。